皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は原稿不一致という話をしたいと思っています。僕はですね、原稿一致しているということをとても大事にしています。原稿一致とは、まあ、言う行う一致ですので、自分が言ったことと実際に行動していることってのが一致している状態のことを言うんですね。で、まあ、言葉と行動が一致している人物っていうのはやっぱり信頼性があるし、説得力があるなって僕は思うし、であるからこそね、自分自身もそのようにありたいというふうに思っています。何もですね、こう聖人君子でありたいとか、そういう立派なことを目指しているわけではなくて、まあ、自分の身近な人であるとか、まあ、仲間たちに信用に足る人物であると思ってもらえるためには、やっぱりそうした、まあ、一貫性みたいなのも持ってないとですね、なかなか信頼してもらえないというふうに思っているんですね。まあ、強い者の前で媚びへつらって、立場の弱い人の前で見下すみたいな、その一貫性のない態度とかですね、そういうのはやっぱりこの人ってなんか微妙だなって思いますよね。その、なんだろう、飲食店とかで店員さんに偉そうにしてる人とか、ちょっと社会的地位が高い人を目の前にするとめちゃめちゃ媚びを売る、ごまをすりまくるとかっていうのは、まあ、ダサいなと思うだけではなくて、なんていうのかな、立場によって変えるんだなとかっていうのが、やっぱりこう一貫性がないので、ちょっと信用に足らないなみたいな、やっぱ僕は思ってしまうと。まさにこう原稿不一致がある場合っていうのは、信頼感を失うし、まあ、その相手に対して、疑問というかね、どうなんだろうというふうに思ってしまうのではないかなというふうに思います。まあ、原稿不一致、言ってることとやってることが違うだけど、どんなパターンがあるかっていうと、まあ、一番わかりやすいのは約束を守らないとかはそうですよね。何とかをするって言ったのにずっとやらないとかっていうのは、言ってることとやってることが違うよねみたいな感じで、とても分かりやすい例かなと思います。まあ、そうじゃない、もっと些細なコミュニケーションで見ていったとしても、昨日と今日で言ってることが違うとかですね、昨日はそれを素晴らしいって言ったのに、今日はそれは最低だと言ってるとなってくると、その人が本当に考えてることってなんだろうって分かんなくなるから、信頼できなくなっちゃいますよね。まあ、あとはさっき言ったみたいに、人によって態度を変える。ある人の前では優しくしているのに、まあ、その人がいなくなると途端にこう悪口を言ってたりとかもそうだし、さっき言ったその店員さんにはなんか偉そうにするか、ちょっと偉そう、偉い人に対してはごまをするみたいな感じで、こう人によってコロコロ態度を変えるみたいなのも原稿不一致というか、その一貫性がないよねというふうに見えると。まあ、あとはその自分に都合のいい、主張ばっかりするみたいなのも、まあ、結果として原稿不一致みたいなのを招きやすい。自分に有利になるようにだけ喋ろうとする人、自分のプライドを優先しようとする人、そういう人の言動っていうのは結果、まあ、自分が有利になるために言っているとか、自分のプライドを優先するために言っていたりするので、その後の行動とは何の整合性もないみたいなことが起こり、まあ、原稿不一致になっていくと。そんな感じで、やっぱ言ってることとやってることが、一致しない理由みたいなところ、背景みたいなものを見ていくと、まあ、信用に足らないというか、まあ、信用すると痛い目見るなというふうにやっぱ思ったりするんですよね。じゃあ原稿を一致させるためにどういう工夫をすればいいかっていうと、やっぱりね、キーポイントってのはやっぱ一貫性のある行動を取るように心がけるってことですよね。まあ、人間なんて、人間というかその自我みたいなものっていうのは結局現象でしかないから、その場その場の、その場その場のというか、全ての環境の中にいる自分みたいな感じなので、その時々でやっぱり微妙に変わってしまうっていうのは当然ながらあると思うんですけれども、その中でもですね、やっぱこの社会の中に身を置いている以上は、昨日の自分と今日の自分は別人なんで、まあ、昨日強盗したけど今日の自分は清廉潔白ですってわけにはいかないと。昨日強盗した責任を取らされる、そういう社会ですよね。である以上は、いくらその現象であるとはいえ、一貫性のある
行動、ある程度一貫性を保っていかないとやっぱり社会的には信用されていかないというところで、まあ、一貫性のある行動を取っていくように、工夫をする。そしてそれは環境、今言ったように自我っていうのは現象でしかないのだとすると、まあ、環境の要因を受けますので、環境をね整備していくみたいなこともとても重要だと思います。僕なんかですね、まあ、本音で生きていくみたいなことをとても大事にしているんですけども、それでもねなかなか 100% 本音っていうのは出しづらかったりするので、いろいろとこうなんだろうな、気を使わなくていい人の周りで生きていくとかもそうですし、このようなポッドキャストで本音を喋ることによって、その本音に対して共感をしてくれる人たちと関わっていくみたいなことをやったりとか、まあなるべく本音じゃないことを言わないことによって、本音を発信し、その本音でつながった人であれば本音で話してもいいよねみたいな感じで、なるべくその自分が本音で生きやすい環境を作ると頑張っています。まあ、一貫性のある行動を取るためにそのような工夫をしています。っていうのも、まあ、ある種その戦略的に言うとちょっと嫌な感じですけども、ある程度計画をして、やっているということですね。なので最低限のそういった計画というかですね、見通しを立てながら、発言であったりとか行動をしていく、2手3手4でですね、発言をする、行動をするみたいなことも、気をつけています。あとはですね、そのとはいえ、やっぱり原稿一致って難しくてずれてくるんですよね。そのずれてきた時、ずれているかどうかってことをまたセルフチェックする、自己評価するってことが大事かなと思っています。まあ原稿一致するのは難しいって言ったんですけども、例えば僕の分かりやすい例でいくと、禁酒なんかはそうですね、禁酒しますって宣言して、まあ、ある種約束をしているのになかなかうまくいかない、言ってることは禁酒するってことなのに、やってることは酒を飲むということをやってるとそういう原稿不一致が、やっぱり人間なので起こってしまうと。じゃあ原稿不一致が起こってしまった時にどうすればいいのかって話を次にしたいんですけれども、まずはその原稿不一致を、まあ、さっき言ったけどセルフチェックし、その認めるってところからだと思うんですよね。自分は禁酒すると言ったけれどもできていないと、できていないということを認める、言ったことがやれてないということを認めると。そして、まあ、そこに関係者がいるのであれば、その認めた上でね、素直な自分の考えを伝えると。まあその時約束をしているとか、なんか利害があるんであれば謝罪もする必要があると思いますね。まあ、自分のね、行動が、まあ、言ったことと矛盾しているので、それは、まあ、まず矛盾しているということを認め、ごめんなさいということを言わなければいけないなと思います。説明がね、必要な場面であればですね、まあ、理由や背景ですね、その原稿不一致だった理由や背景をしっかり分析し、説明することも大切かなというふうに思いますね。で、まあ、何よりその後行動を改善すると、まあ、不一致だったことをねしっかりと、謝罪し、分析し、理由を説明し、今後こうしていくというところで、まあ、次はもっと良くなるようにということをやるしかないと。まあ、いずれにしてもやっぱり原稿一致が最も好ましいですけれども、原稿不一致になってしまうと、まあ、完璧なる一致ってのは難しいと。で、不一致が起こってしまった時には、まあ、人間なのでね起こってしまうんですけれども、起こってしまった時にはやっぱりその自覚し、反省し、説明し、次に生かしていくと。そうしてだん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 原稿一致度合いを高めていく、それがね、周囲の人に信用してもらうということなんじゃないかなと僕は思っています。まあ、原稿一致原稿一致言ってますけど、本当にね一致してるか一致してないかみたいな話ではなくて、原稿一致度合いみたいな話だと思うので、その原稿一致度合いを日々、高めていく努力をしていくべきかなと思ってます。それはまあ一人で山奥で生きていく分にはねいいと思うんですが、この社会で、他者と共に生きていく以上はね、信用してもらわないと、協力しないと、助け合わないと生きていけない、助け合うためには助け合うに値する人物であるとみなされなければならない、そのようなね結構シビアな状況に私たちはさら、されていると思いますので、日々自分の信用を高めるためになんか肩書きをね、つけるとかいう話よりも、原稿一致、言ってることとやってることを一致させて、まあ、この人は信用たるねって思われるように生きていく、それがとても大事なことなんじゃないかなと僕は思っています。本日は以上です。またお会いしましょう。さようなら。